北口苗檎駅は、北海道札幌市中央区北三条東11丁目に、ある、北海道旅客鉄道、日本貨物鉄道函館本線の駅である。駅番号は、H02。電報略号は、なほ。函館本線の駅であるが、線路名では、千歳線の終点駅でもある。ただし、JR 北海道の基本計画上は、白石駅が終点であり。 当駅を経由しない。地名はアイヌ語の内ポに由来している。この辺りは、豊平川の旧稼働にあたる伏子川の水源であり、多くの小川や泉があったために名付けられた。1976年の内ポ駅と、周囲約 1km1.5km 範囲、右が岩見沢及び千歳方面。この写真の時期には、道内各地から集めた蒸気機関車を、 苗え工場で解体しており、スクラップヤードには、たくさんの残骸が置かれている。札幌方面の駅裏北側には、札幌ビール工場の専用線、白石方面の駅裏東側には、日本セメントの専用線、白石方面の駅表南側には、木工場の専用線など、多数の側線があった。このうち、日本セメント線は、戦前線中は、右端の敷地へ伸びており、 かつては札幌陸軍両松市省の食料工場があった。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成内部駅は1910年5月16日に函館本線の駅として開業した。1926年8月21日には北海道鉄道札幌線が乗り入れた。 1931年7月25日には、常在系鉄道が、東札幌駅を経由して、乗り入れを始めた。1943年8月1日には、北海道鉄道が国有化され、日本国有鉄道地と歳線となった。1969年11月1日に、常在系鉄道線が廃線して、東札幌駅を経由した乗り入れがなくなり、 1973年9月9日に、千歳線が新線に切り替えられると、東札幌駅経由の線路はなくなった。札幌市による苗木駅周辺地区町づくり事業によって、駅を札幌駅方面に約300メートル移転新築し、自由通路を整備した、京城駅となって2018年11月17日に開業した。なお、 移転後の二代目駅舎は解体する。また、地上駅時代は、出入り口が南口しかなかったが、この京城駅化に伴い、北口が新設された。二面四線の島式ホームを有する京城駅。駅舎は二階建てであり、階段四箇所、エレベーター二基、旅客用トイレがあるほか、札幌市による自由通路を併設している。社員配置駅。緑の窓口。 自動券売機、話せる、券売機、自動改札機を設置している。また、北海道清ス区による、セブンイレブン、北海道 ST、苗母店がある。駅の北東側には、北海道旅客鉄道苗母工場や苗母運転所、日本貨物鉄道の苗母車両所が立地している。日本貨物鉄道の駅としては、シャー貨物の臨時取扱い駅となっている。当駅には、 貨物列車の発着はなく、貨物設備や専用線も接続していない。最盛期の1970年には、26車28本の専用線が当駅から分岐していた。1986年までは、駅東側にある日本セメント札幌サービスステーションや、駅北側にあった札幌ビール札幌工場へ続く専用線もあった。また、駅西側にあった、 北海道ガス、札幌工場へ続く専用線は、都市ガスの液化石油ガスを輸送するために使用していたが、天然ガスへの転換に伴って2001年3月15日の本和西駅発送分の到着をもって廃止となった。これ以降の貨物列車の発着はない。2019年度の1日平均乗車人員は5200人である。近年の1日平均乗車人員の推移は、 以下の通りである。駅前、広場駅前広場苗牧駅と駅周辺は札幌市による苗牧駅周辺地区町づくり事業に伴い、北口側では北海道旅客鉄道の社員研修センター跡地に超高層マンション、サービス付き高齢者向け住宅、商業施設を建設するほか、札幌病院が移転新築する。また、ありを札幌と 空中ロ浪で接続する計画があり、2021年3月4日より利用が開始された。なお、この時点では、アリオ札幌1階敷地までの連絡であり、アリオ札幌2階部分までの開通時期は未定とされている。また、この空中ロ浪は、超高層マンション、ザグラミアルと、札幌なエボステーションタワーや、北洋銀行東ナエボ支店とも直結されている。 一方、南口側でも札幌市による北3東11周辺地区市街再開発事業が行われており、マンション2棟や商業、医療施設を建設するほか、各施設を結ぶ空中ホローを設置する。2020年4月1日現在、バス停留所はすべて南口側にある。以下の高速バス路線は、東停留所では校舎のみ取り扱う。 2018年11月17日の駅舎移転に伴い、旧駅舎南口にあったバス停留場も新駅舎南口に順次移転された。JR 北海道札幌市その他。ありがとうございます。